ねえ、アロルド、そろそろ教えてくれてもいいでしょ？2年前、どうして突然村を出て行ったの？私に何も言わないで。あ、紹介するわ、アロルド。こちらは1年前、修行のためにこの村へいらした方なの。こっちはアロルド、私の大切な大切な幼なじみです。あ、そんなことよりルーラストーンは見つかったみたいですね。ロンダ岬で何か思い出せましたか？え、ロンダ岬でジーガンフを見かけた？どうして彼がそんなところに？マイユ、ジーガンフのことなら心配無用だ。ジーガンフは俺の自慢の兄貴分だ。真面目で強く誇り高い。孫王やお前が案じているような悪いことなど起こるはずがないさ。でも、アロルド、あいにくだが、わしとマイユの悪い予感がどうやら当たっているようだぞ。ジーガンフは強大な力を得るためにあの悪鬼ゾンガロンと契約している。この者とジェニャはその場を見たのだ。あの恐ろしい伝説の悪鬼と？どうしてジーガンフがそんなことを？わからん。だがアロルド、ジーガンフはお前のことを恨んでいるらしい。お前に神聖な勝負を汚されたと。ねえアロルド、教えて。2年前の舞踏大会で何があったの？あなたがあの後急に村を出て行ったのも舞踏大会のことと関係があるんでしょ？どうやら事情があるようだな。だがとにかく今は一刻も早くジーガンフを探し出すのだ。
探すまでもねえ。お前の帰りを待ってたぜ、アロルド。今日という今日は、貴様に己の罪深さを思い知らせてやる。ジーガン、話を聞いてくれ。うるせえ。お前だけは絶対に許さねえ。2年前の武闘大会、お前の力は明らかにこの俺の力を上回っていた。なのにお前はわざと俺に負けやがったんだ。しかも大会の後、俺を避けるように村から出て行きやがって。それははっきり言え、アロルド。マイを俺に譲るために神聖な勝負の行方を怪我したのだと。そんなことでこの俺が喜ぶとでも思ったのか。貴様のやったことは戦いの神への裏切りだ。なぜやられるままになっている。あくまで戦いの神に背き続けるつもりか。何としても全力の貴様を叩き潰す。でなきゃ俺の怒りは静まらねえ。どうあっても本気を出さないというなら、これならどうだ、アロルド。マイユ、アロルド、マイユの命を助けなければ全力でかかってこい。ジーガンフ、我が元へ来い。まさか今の声はアッキ・ゾンガロンか。ジーガンフを追うぞ。アッキ・ゾンガロンのところへ行ったに違いない。お前の力も貸してくれ。戦いの準備をしてロンダ岬へ向かうんだ。
よし。貴様を叩き潰し、勝負を怪我した罪を命で償わせてやる。我が元へ来い、ジーガンフ。我を封じている結界を破れ。貴様の結界を破れだと、ふざけるな。俺はハロルドを。ジーガンフ、魔勇を放せ。あがいても無駄だ、ジーガンフ。我と契約したお前に逃れる術はない。さあ、我を封じる結界を破るのだ。そういうことか、ゾンガロン。貴様、最初から顔するつもりだ。さあ、意識が。
叩き潰すまで。お前はジーガンフを食い止めてくれ。わしはマユたちを助ける。やってくれたか、ジーガンフ。どうしたら、どうしたら元の姿に戻してあげられるの。我が元へ来い、ジーガンフ。我を封じる結界を破れば、貴様に何者にも負けぬ強大な力をくれてやる。やめろ、アッキソンガロン。ジーガンフはもう動けん。ジーガンフ。そうだ、ジーガンフ、その封印の宝珠を叩き壊す。そうすれば我の無限の力はお前のものとなる。
腹の足しにもならんがな。ジーガンフを食らった。さあ久しぶりの外だ。せいぜい我を楽しませてくれ。たっぷり遊んだ後で全員食らってやろう。クソ化け物め。下がっていろマイユ。俺の命に変えてもお前を守る。伝説の勇者が覚醒した証。バカな我の野望がこんなところで。マイユ、俺は何を。何だったんだあの光は。わからん。悪鬼ゾンガロンは勇者覚醒の証とか言っていたが、とにかくランガーオムラへ帰ろう。積もる話はそれからだ。お前のおかげで助かった。後でわしの家へ来てくれ。
俺は悔しくてたまらなかった。真の勝者は俺ではなくアロルドだ。その思いがずっと俺を苦しめ続けた。なのに村の者たちは次の孫王となりマイユと結婚するのはジーガンフだなどと勝手な噂をする。俺は苛立ち修行に打ち込んだ。誰にも負けない強さが欲しかった。そんなある日、ロンダ岬で声を聞いたんだ。我と契約せよ。契約すれば何者にも得ることのできない強大な力をくれてやる、と。自分の力に限界を感じていた俺は、つい奴の誘いに乗ってしまった。しかし、どうにも納得できん。ゾンガロンは完全に封印されていたはず。それがなぜお前に語りかけたり、力を与えることができたのだ。旅の途中でこんな話を聞きました。世界中の聖なる力や封印が一斉に力を弱め始めたと。真偽のほどは確かめようもありませんでしたが、どうやらあの話は真実だったようですね。ゾンガロンを再び封印したあの白い光といい、この世界に俺たちの知らない重大なことが始まっているのかもしれません。孫王、俺はまた旅に出ようと思います。この世界に何が起きているかを知るために。アロルド、旅に出るのならマイユも連れて行ってやってくれないか。そんな、私は孫王の娘としてチャンピオンジーガンフと結婚する気持ちに変わりはありません。マイユ、もう俺を迷わせないでくれ。俺にお前と結婚する資格はない。それにマイユ、お前はずっとアロルドのことが好きだったんだろう。でも私は。わしに気遣う必要はない。お前はお前の心のままに生きるといい。俺と来るか、マイユ。愛を幸せにしてやってくれ、アロルド。だが、俺はいつか必ずお前に勝ってみせる。その時まで腕を錆びつかせないよう、せいぜい修行に励むんだな。ジーガンフ。いいぞ。これからも良き友、良きライバルとして共に成長してゆけ。アロルド、マイユを頼んだぞ。はい、ご安心ください。マイユは必ず俺が守ります。みんな、よく聞いてくれ。孫王立ち会いのもと、俺たちは決闘した。勝者はアロルドだ。アイユはアロルドの花嫁に決まった。さあ、二人の門出を祝福してやってくれ。だか、皆迷いの中で生きている。若ければなおのことだ。だが自ら選んだ道を進んでいるのならそれでいい。さて、こっちへ来なさい。今回のことでは本当に世話になった。まずは礼を言おう。だが
お前はわしの知っているお前ではないな。どうも変だと思っていたのだ。今その体に宿っている魂は本来のお前のものではないのだろう。この鏡に顔を映してみてくれ。アロルドが置いていったラーの鏡という真実の姿を映す鏡だそうだ。やはりか。この鏡に映る人間の姿がお前の本当の姿なんだな。わしの知っているオーガのあいつはきっとロンダ岬で悪鬼ゾンガロンの邪気に触れ命を落としたのだろう。この鏡は本来姿を変えた変えられた者の真の姿を映し出すものだが、死せる者の体に別の魂が宿るとは。あいつには夢があったのだ。この村で修行し一人前の証を手に入れたら一人で世界を旅するという夢がな。あいつの夢をお前が叶えてやってくれ。その目で世界を見て回るのだ。それにお前もその姿となって生き返った理由を知りたいだろう。世界を旅してその理由を探すといい。冒険の書を出せ。お前ならこの証を持つ資格は十分だ。これが一人前の証。その名の通り一人前と認められた者だけが持つことのできる証だ。この証は世界中のどこであってもお前の力を証明してくれる。一国の王にさえ会うこともできるだろう。世界をめぐり大きな国や町で活躍すればキーエンブレムという鍵の形をした勲章を与えられることがある。そのキーエンブレムを集めて行けばお前の名は世界に知れ渡っていくだろう。本当のお前を知る者にも会えるはずだ。まずは南の獅子門を越えグレン城を目指せ。お前の活躍を楽しみにしているぞ。Thank you.
私もこの村とはおさらばするんや。この村には稼ぎに来てただけやから。アンさんのおかげでだいぶお金も貯まったし、一旦故郷に帰るのもええな。ほなな、またどっかでおたら稼がしてな。Thank you.
この国は同じオーガの国であるガートラントとの戦を控え、一人前の証を持つ勇士を集めているところだ。もしお前が一人前の証を持っているなら、この国の兵士となって共に戦ってほしい。兵士に志願するならグレン城におられるバグドーに会いに行ってくれ。城の入り口はこの階段を登り切ったところだ。Thank you.